石橋さん次行きたいとこあるんですか。ここの近くに日本で一番のお酒14代という。いやーよくしてますねやっぱり。その14代の酒蔵がそこに、ここで作られてるのかっていう。羊だけじゃなかったっていう。14代行きたいですか。14代ね、ちょっとどういうところで高木さんは作られてるのかなと。高木さんが今ね東京なんですよ。入れ違っちゃっ て、ね、あ、さっき電話しましたもんね、はい、すげえバーです。しゃぶしゃぶ食べました。そうね、これで高木さんの酒あったらもう倒れてますね多分。で今から俺たちは高木さんのところを、でもちょっと見たいじゃないですか。なるほど。あ、ここで高木さん作ってるのかっていう。お酒好きにはたまんないですね。すごいですよ。もう無双ですからね。あるのかっていう無双状態。無双状態ですよ。到着しました。あ、え、着きました。え、どれ酒蔵です、はい、え、右です。右これ、はい、でかこれ勝手に入ってっちゃってるけど、ちょっとでかちょっと見ようよ。これ敷地に勝手に入ってると大丈夫？これ何にも許可取ってないですよ。でかー。あららら。これ誰もいないですよ。ですよ、あのマーク。突然現れたね。みんな帰っちゃってるやつ。すげえな。これあの石橋さん、ちょっといくら社長に電話してるって言っても、これ勝手に降りるって。あ、電気ついてます。お酒の匂いが、え、すごいですよ。お酒の匂いがします。お酒の匂いする。これしますね、甘い。ここじゃないですか。すげえな。はい、あ、こんにちは。こんにちは。14代でしょ。あ、そうです。すげえ。ついに人発見。だー、すげえ。今社長電話で話したの。あ、そうなんですか。ミリ行ってもいいですかとか言って、はい、ミリ来ちゃったんだけど。ではあのまず事務所の方にあのご案内いたしますので。事務所どこですか。事務所あのちょっとここから少し歩くんですけども、ええ、あちらの方からの庶民でかいね。でかー。こんなでかいの。やばいですよ。うわ、でか。本当にでかー。うわ。あ、こんにちは。うわー、いっぱいいらっしゃる。うわ、14体がある。うわ、
ちょっといいですか。うわうわうわ14台がある。うわ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 これ14台ですか。へえ。うわ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 すっげえ。これ今あの皆さんびっくりされてて一応説明あすいませんトンネルズ石橋と申します。あの高木社長とは今さっき電話でさっき電話で話して、高木社長今東京にいるっつって、僕が山形にいるっつって、今から見に行ってもいいですかってえっつって突然来ちゃいました。すいません。すごいよほら、まあ、ここまでだったらいいですか。あどうぞ。うわうわこれ全部14台だよ。おいすげえ14台がすごいわ。14台がこんなにあるんだ。こんなにある。東京なんて1本あるかないかでしょ。そうですよ。すげえ。全部14台だ。うわすげえ。本当はこんなにあるんだ。これ全部14台ですか。幻の酒ですからね。あっちも14台ですか。旭高、旭高、あ、14台と似た兄弟分みたいな感じですか、ね、地元で飲まれるっていうやつですよね。ほとんど東京とかに来ないですよ。旭高、うん、もうほぼ多分山形で消費されちゃうっていう。皆さんやっぱ14台って書いてますもん。うわすっげえ。どうされました。やっぱちょっとびっくりしたそうですねちょっとそりゃそうですよね、いきなりね。すごーあるんじゃん、あんな重要。向こうもそうなんじゃないですか。暗うわ、あれがよくさなんか雑誌とかに出てる煙突みたいな、あの煙突のとこね、雑誌とかに14台って言うとあれが出てますよね、はい、へー、あの煙突だ、あの札幌の。すげえでっけえな。でかいですよ、これ高木さんすごいな、やっぱり。すげえなー、でかっ。でも全部あそこに14台あんじゃん。東京ないんですよ。見たことがないっていう人たくさんいるんで。すいません、さっき高木さんと話したんですけど、はい、高木さん今東京もう入れ違っちゃってるんですけど、すいません、なんかせっかくここに山形に来たら14台見なきゃいけないだろう。お越しいただいたのに申し訳ございません。でか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 、なにこれ、なにこれ。事務所です。事務所でか、かっこいい。高木酒造って書いてますよ。かっこ、うわな、このコントラストがすごくよくない。すごいですね、かっこいい。かっこいい。ちょっとここが高木酒造さんの会社。はい、このお家は別荘です、ね、ですね、はい、別荘なのであまり使っていないんですけれども、今度改築しましてお客様対応するために。なんかゲストルームみたいになるんですか、はい、すごい。こちらも特注の高林の屋根ですね。坂林、はい、14台と入っております。本当だ、すごい。三輪神社っていうんですか、あ、はい、三輪明神、明神、はい、高さん、これ何の許可もなくここまでなんかこういうのが盛ってて、なんかお酒が、はい、そうですね、あの酒造りがあの始まったとかっていう、新しくあの下げるんですけど、ですよね、はい、出来たての頃は青々としてるんですけど、できましたよって、お酒ができましたよっていう時、はい、はい、そうです、ですよね、はい、あ、合図なんですね、これ。はい、そうですね、新酒ができましたっていう時に、うん、貴重だじゃん。はい、玉虫が入っておりました。この14台と同じでキラキラしてるんですよ、ね、今ぐらいはちょうど一段落したって感じの時ですか、はい、もう少々、あと1ヶ月ぐらいでですね、作りの方も終わりますね。あ、もう、はい、それで一段落するって感じですか。はい、そうですね、弊社はあの年間を通してではなく、はい、あの冬場にしか仕込んでおりませんので、はいはい、9月ぐらいから5月の頭ぐらいまでですね、仕込みの方を行っております。なかなかあのその冬場にしか仕込んでいないので、数量の方が少
ってなくてですね、だからだ、はい、需要と供給のバランスが取れていないというふうな状況になってしまっておりますね。でも、はい、さっきあそこのくらいいたらあるんですね、はい、ああ、あんなにあんなにあるんだって、はい、貯蔵ないんですから、はい、そうですね、多分飲みたくても飲めないんですから、はい、この冬の冷たい空気と冷たい水で作るということにこだわってますので、人工的に冷やした水で作るというのはやはり高みのポリシーには反するので、はい、そういったことで、はい、あんまり たくさんの量が、そうなんです、はい、すごいですよ東京、すごい東京でもうプロだプロ、四合瓶で、はいはい、とんでもない値段ついてますよ、はい、そうですよね、あれはなんでああいうことになっちゃうんですか、はい、やはりあの弊社は特約店にしか卸していないんですけれども、うん、決まったところにしか卸しておりませんので、あのお買い求めなられた方がちょっと転売されてしまったりと、それはでもダメですよね、そうなんですよね、こちらからはだからもう高木さんに言ってるんですけど、はいはい、東京の、はい、販売権を全部僕に任せてくれ、はい、決めていただけるんですか、僕が全て東京で売るっていう、本当ですか、手に入らないですから、だけど驚きましたね、あんなにあるんですね、びっくりするありましたよ、はい、そうですよね、あるんですね、貯蔵して、あの氷温貯蔵でマイナス8度やマイナス6度ですよね、はい、これを守れないところには下ろしたくないって高木さん言ってますもんね、はい、やっぱ ね劣化していく速さがやっぱすごいんだって、はい、で実際マイナス5度とか8度とかっていうのは冷蔵庫じゃ無理なんですよ、はい、だから本当にそのセラーがないと無理なんですよね、はいはい、で一升瓶とかってなかなか、はい、なかなかそうですよね、家庭じゃ建てられないんで、はい、冷蔵庫だってマイナス5度なんて無理ですもん ね、はい、そうですね、なかなか難しいですけれども、やはりお早めにお飲みいただくようにはお願いしかないですよね、すごい、ワインセラーでも13度ぐらいですもんね、はいはい、全然ダメなんですよ、すごい、あそこに入ってるんですかお酒が、こちら水ですね、あ水、仕込みのための、はい、あれが仕込み水なんですか、はい、へえ、井戸から汲まれた水でした、ええ、これこの水この水で作ってるんですか、そうですね、はい、えこれ飲めるんですか、あこれで飲めるんですか、完全な生ですので、ええ、ちょっとまだ火入れの方してからじゃないとやはり、あこの水で作ってるんですか、はい、そうです、はい、こちらの葉山の、雪解けの伏流水ですね、こちらが引かれた水ですね、これ地下から湧き上がってるんですか、これ、はい、そうです、これで作ってるんですか、はい、ちょ飲んだらダメなんですか、飲むこともできるんですけれども、はい、生水ですので、はい、こうお体に何か影響を及ぼすと、でもこれちょっとすくって飲んでも大丈夫ですか、あ大丈夫です、今あの試食の方を持ちます、タカさんめっちゃ感動してるんじゃないですか、仕込み水ですよ、だって仕込み水なかなか飲めないでしょ、飲めないですね、これ、はい、どうぞ、ここから飲んでいいですか、はい、大丈夫です、これ14台14台の原点仕込み水、仕込み水、すまい、水がうまい、水うまい、へえうまい、マッコイちゃんうまい、マジっすか、マジで水うまい、水なんてどこ行っても一緒じゃないですか、山形の水、水うまい、でもどこでもね、山形なんて飲みやすい、うまいでしょ、うまい、これはうまい、滑らか、水うまい、水が滑らかでしょ、はい、山ですね、山形はお水美味しいです、うまい、あもうこれがこの水があってで14台なんですね。そうですね。なるほど。はい、この水がないとダメですね。ね。はい。え、でそれをあっちのタンクに入れてるの？そうですね。はい、こちらの方にも、はい、入れておりますね。これで要するに米を炊いて、はい、そうです。うん、仕込んでおりますね。すごい。こうやって
はい、麹ブラックペッパーをブラックペッパーですよ。ブラックペッパーかけたらラーメンじゃないんだからブラックペッパーじゃないですよね。あれブラックペッパーじゃないですか。こうやって違います違いますね。ちゃんと教えた方がいいですよ。すいません、緑の粉ですね。あれは、はい、麹ですよ。なんでブラックペッパーなんですか。ブラックペッパーこうやって、ね、ラーメンじゃないって言った方がいいですよ。こういう風にブラックペッパーこうやったって何も起きないでしょ。俺それがまたね、お米の状態も毎年違うし、うん、蒸すあれもやっぱちょっとずつ変えても、まあ、同じにしてもなかなか同じにならないらしいんですよ。あ、毎年こ詳しいですね。高木さんに聞いてるんですか。はい、データ取ってちょっとずつまた違ってって、だから面白いんですよ。毎年違ってて、そうなんですね。はい、素晴らしいです。やはり米の硬さが毎年違いますので、今年は特に米が硬いんですね。なので仕込みをしても去年よりは本数のが少なかったですね。納得しないものは出さないっていう、出さないですね、高木さんは。はいはい、そこがかっこいいんですよね、はい、なんか。だから本数がやっぱ少なくなって、はい、この水なかなか、いわゆるロマネコンティの畑でブドウを食べるのと一緒ですよ。はい、これかって、これがロマネコンティなのかっていう、これですもんね。それと同じ感動を味わいましたね。ロマネコンティの丘でもう取り終わったと思う、まだブドウできてるんで、それを食べた時にこれがロマネコンティなのかっていうのと、これが14代になる。これ間違いないです。はい、間違いないです。厳選ですね。はい、これだけくれっていう人が来るんですか。あ、おりますね。お店でお酒提供するときに柔らぎ水ということでこちらを組みたいということでいらっしゃる方もいます。はい、これ、はい、お酒飲むときにお水飲まれるじゃないですか。同量飲んだ方がやはり体にいいので、うん、その時にこちらを組んで持っていきたいんですかという方もいらっしゃいますね。ですよね。はい、だってよくスコッチの一番いい飲み方は何だって言ったら、そのスコッチと同量の仕込み水で飲むのが一番。あ、なるほど。ハーフ&ハーフって言って、はい、同じ量のウイスキーと同じ量の水を、いわゆるこういう仕込み水を入れて飲むのが一番。それが体にいいんですか。そうですね、やはり悪酔いしないと言いますよね。当然お姉さんも飲まれる、ね。はい、そうですね、いただきます。だから肌がツヤツヤだもん。ツヤツヤ、本当にありがとうございます。ものすごいもん。山形美人でも、ね、橋本真奈美。この人も山形です。はい、存じ上げております。はい、鮭皮村って米が美味しい鮭皮村ですね。牛久栗っていう村の出身で、はいはい、昨年ご実家の方に行かれてましたよね。はい、牛久栗っていう、はい、牛が何をくぐったかは分からないんですけどそこの村立牛久栗小学校、はいはい、いいですよ。僕の全校生徒が28人です。32人だって4人違いだろう全校生徒がお姉さんいいかな。酒村の毒なめこって言われてる。すみません、いろいろチーターでいろいろ女房と揉めちゃったり、ごめんなさい。素晴らしい。でこのあれはあれですよ。こちらは蔵の入り口なんですけども、やはりしめ縄を下げております。やばすぎ。なんかもう神社みたいじゃん。はい、すごいですよ。これちょっと聞いていいですか。はい、14代でこんなもう、はいはい、会社をこうやってガイドするってことはないですよね。なかなかないです。それも高木さんいないんですよ。いないんですよ。高木さん今東京なんですよ、ね。はい、怒られます、ね。高木さんが今15代になったんですよね。そうです。辰五郎になりました。そう。はい。こんな歌舞伎役者さんと一緒ですよ。はい、名前が変わるんですよ。ああ。そんだけ神聖な。だ、14代って、だから高木さんのお父さんが14代だったんですよ。そうでした。はい。で今高木さん15代になって、はい、だから来年から15代になります。お酒がね、お酒が15代。いやでも高木さんが、はい、14代をリスペクトして作ったお酒だっていうのは、はい、聞いたことあるんですけど、はい、そうですね。すごいね。いや思ったよりすごかったですか。でかい。確かに。だから作って ああいうところで寝かせたり、はい、中の方にタンクがたくさんありますので、あって、はい、
すごい。やっぱその中はやっぱり髪の毛とかマスクとか、はいはい、ほらやっぱしっかりしていただいて、菌がたくさんあるし入れないのよ、はい、いやそれはないんですよ俺だって菌は。菌が悪い菌持っちゃって俺みたいにいい菌しかないやつは入れるんだけど、いや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 言わないでください。俺ほら白高部でできてるから。白高部じゃないんですよ、ヤクルトじゃん。それもヤクルト線でできてるから。ヤクルト線じゃないんですよこれ、お酒に来てんのに、うん、こんなでかかったのか14台って感じですよ。いやこれ見たい人は、でかい。これは昔の母屋ですかね。昔の別荘ですね、大正時代の別荘です。こちらが母屋です。今の外壁の方を漆喰工事しておりまして、完成された際はお越しくださいませ。すごい、でかい。でも言ったらですよ、うん、この山形の、まあ、田舎の村でできた酒が日本で今1位、世界的にももうダントツに認められてる酒ですもんね。すごいですよ。高木さんの言ったらし、もう本当に気持ちですよね。すごいですよ。もう綺麗ですもん。あとなんか、やっぱり、ね、そうですよ、あの清潔な何ところじゃないとうまい酒なんて絶対できないよね。全体的にね、すごく清潔なんですよ。まあ塵一つ落ちてないっていう、うん、見てくださいここの綺麗さ。なんか神社に入っ、おばっこいの事務所とかほら、うん、汚いじゃん。俺の事務所汚いとか言わないでよ。もう引っ越ししたんだから綺麗なところに。濡れた子犬の匂いとかするじゃん。いやいやいや獣臭しないですよ。大満足。もう大満足。これ高木さんがいないのにね。高木さんいたらまたちょっと違うエリアまで入れたかもしれませんが、うん、いないんだから。いない15台が。そうなんですよ、15台今東京にいるって。だからこう無理言えないですから。でもこの原点の水見れただけでも、いやこの水飲んだだけでもすごいですよね。え、こっからできてんのかって。なるほどね。本当にここの地下水を汲み上げて、はい、はい、山の伏流水ですね。すごい。山が豊かじゃないと、そうですね、ダメなんだよ。まあ多分合算の雪解け水とかですね。こちらの葉山という雪が、今年もこちら 2メートルほどは 雪が積もったんですけれども、はい、やはり雪深いというのも関係しているのかなと思ってますね。まあそっから始まった。山の栄養が全て、はい、そうですね。あと水冷たい。冷たいですよね。いつまでも雪があります。はあ。本当だ。そうなんだよ。あの有明の海苔作ってる人から話聞いた。やっぱり海苔をうまくするには山を豊かにしなきゃダメだって。山を豊かにすることによってその山の水が川に流れて、川からそういう栄養が海に流れて、海が豊かになって海苔がうまくなる。だから山の手入れをしなきゃダメなんだって。あ、こんにちは。お世話になってます。蔵の主任です。蔵の主任さん。蔵の主任さん。製品工場の主任です。主任若い、はい、主任若いじゃないですか。かわいいですね。主任かわいいで、ね、22、23歳。40周年の時、花ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです、とんでもないです。主任さん。さっき高橋さんと話しました。東京いるっていうことでね。ちょっとじゃあ石橋さんとどうぞ、はい、どうぞ入ってください、皆さん。あ、どうぞ。はい、私までよろしい。いいですか、皆さん。マスク取った方がもう大丈夫ですから。私、すっぴんなんですけれども。いや、すっぴんでいいんですよ、皆さん。何で恥ずかしい。恥ずかしくないですか。何で いや、もう試着持ってんですから、恥ずかしくないですよ。はい、じゃあ、はい、チーズ。はい、主任、もうちょっと。主任。主任が、もう。ちゃんとしてるから、もうちょっとすいません、じゃ急に来て。すいません、ありがとうございます。羊屋さん、いかがでしたか。うまかったです。すっげえうまかったです。主任、主任。本当はこんなにあるんだ。